タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。いやー、最近ね、花粉症が大変ですよね。ほんと花粉症の方どうですか？僕ね、花粉症辛いんですけど、もう目が痒くて、もう春が来たなって思うと花粉症も同時にやってくるんで、ほんと毎回目が痒かったりくしゃみが連発したりして、もう困ってます。はい、では紹介していきましょう。はい、こちらです。じゃーん、仮面ライダーブラック、ライダーマスクディスプレイ、聖騎士シャドウムーン編です。こちらですね、ほんとね、かなりかっこいいんだ、かっこいいんだ、かっこいいんだ、もうめちゃくちゃかっこいいんだわ。もうたまらんですわ、ほんとに。以前の動画で話したと思うんですけど、メカニカルなライダー僕好きなんですよ。かっこいいんですよね、どっから見てもかっこいいですよね。もう本当に惚れ惚れしちゃいます。シャドウムーンなんですけど、仮面ライダーではないんですよね。位置づけ的にはね、仮面ライダーブラックに登場する悪役キャラなんですけどね、ブラックのライバル的存在ですね。後のブラック RX にも出てくるんですけど、こちらはね、ほんと上から見てもほんとかっこいいでしょ。すごいっすよね。はい、こんな感じでパッケージ横、はい、目がドアップ、ドンドンドン来ました。イエーイ。そして裏側、イエーイイエーイイエーイ。こちら書いてあるんですけど、アミューズメント専用景品って書いてあります。ブラックに変身する南光太郎と秋月信彦っていうのがいて、その二人がね、暗黒結社ゴルゴムに捕まってですね、改造されてしまうんです。で、改造人間となってしまうんですけど、信彦のね、父親のね、秋月教授がね、そこにね、乱入してきて、その時にね、そのシャドウムーンに変身する秋月信彦ですね、信彦は重傷を負ってしまうんですけど、ブラックの南光太郎だけは脱出できて、で、信彦だけはね、囚われたままで治療が必要な状態で、ゴルゴの中で治療を受けながら、いつか眠りが覚めるのを待ってたんですよ。半身感っていうね、ゴルゴムのね、幹部クラスの怪人たちがいるんですけど、その三神官が石の力でね、蘇らせたんですよね。で、シャドウムーンとしてね、復活を遂げるってことなんですけど、で、その南光太郎と信彦の関係は友達同士なんですよね。友達同士で戦わなければいけないっていうね、ほんと悲しいお話ですよね。友人同士がね、もう真逆の世界に、ね、行ってしまったんですよね。だからね、ほんとね、この話はほんと悲しいストーリーなんですよね。Amazon プライムでね、もう見返したんですけど、結構ね、やっぱりね、ハードでね、話それますけど、怪人もリアルですし、すごくね、生物的なね、怪人が出てくるんで、リアリティのある怪人が出てくるんで面白いですし、ブラックおすすめですよ。ブラック見た方がいいですよ、仮面ライダーブラック。そして、あとこのシャドウムーンのね、活躍もね、見逃せないとこです。シャドウムーンの活躍はね、ほんとね、ぜひ見ていただきたい。というわけでね、シャドウムーン、見ていきましょう。パッケージはね、こんな感じです。横横裏には月の写真が載ってます。はい。すごくね、渋くてかっこいいですよね。仮面ライダーブラックはですね、1987年に放映されてました。はい。僕が生まれた年です。はい。こちらね、メルカリで買ったんですけど、2600円ぐらいでしたね。ちょっと安くなってる時を見計らってね、買いました。で、状態としてはこちら中古品の扱いなんですよね。なぜかっていうと、こちらね、出品者の方が中身確認のために開けたそうです。飾ったりとかしてないんで、その辺は大丈夫です。グッジョブ。 OK! ちょっとね、見えないですけどね、上見せましょうか。こんな感じです。いやー、いいね、このシルバーのデザインがいいですよね。銀色のマスク、あ、意外と想像してたよりは意外と小ぶりな感じですね。じゃん、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん。はい、出ました。はい、こんな感じで入ってました。ちょっとじゃあこちらをね、おお、すげえ、いつもながらおお、すげえと言っちゃいますね。はい、もう最高のフィギュアですよ。最高ですよね。毎回最高なものをお届けしてますね。ほんと最高としか言えない語彙力のなさ。はい、うわー、すごい、出ました。触覚も入ってます、こちらに。はい、こんな感じです。うわー、すごい、いやー、かっこいいね。メカニカルですごくかっこいいですね。こんなね、複雑な造形をね、よくね、
マスクディスプレイにしてくれたっていうのは本当ありがたいです。本当に巨大マスクにしてくれたっていうのがね。はい、というわけでね、こちら完成しました。シャドウムーンマスクディスプレイですね。いやー、かっこいいね。シャドウムーンについてなんですけど、ゴルゴムの中にね、大神官ダラオムっていうのがいたんですよ。飯塚正三さんって人がね、声当ててたんですけど、なんとね、飯塚正三さんね、ハカイダーの声もやってたんですよ。ってことでね、ハカイダーも以前紹介したね、マスクのね、ハカイダーとシャドウムーンが共演してるんですよね。この秀逸なデザイン、この秀逸なデザインから、ほんとね、人気が高いんですよ、このシャドウムーンっていうキャラクターは。他のね、歴代の仮面ライダーが登場する劇場版の作品とかにね、幹部クラスで登場してきますんでね、とてもね、人気のキャラクターです。触覚がちょっと気になるの、大丈夫かな。よし、OK。いやー、かっこいいね。ちょっと傷もあるんですけど、傷が逆にね、味がありますね。戦いの傷跡みたいな感じですね。横から見るとこんな感じで、ほんと複雑な造形ですよね。ここ4本線が入ってたりして、はい、ここのね、ちょっとね、色の塗装のね、ムラがありますね。そこも味と考えれば味ですね。初登場時はここ全体が色が光るんです。赤、緑、黄色、赤、ピカピカ光ったりするんです。そこがまたかっこよかったですね。で、霧の中みたいなとこからね、出てくるんですけど、カシャッカシャッカシャッって音鳴らしながら出てくるんですよね。かっこいいですよ、本当に。かっこいいね。いいね、いいね、素晴らしい。もう一度横向けましょうか。ブラックさん、貴様を倒す。私は貴様を倒すために生まれてきた聖騎王シャドウムーンだ。キングストーンをよこせ。仮面ライダーブラックのね、キングストーンっていうね、ベルトにはめられてるね、赤いね、石があるんですけど、そう、かっこいいですよね。はい、というわけでシャドウムーンマスクディスプレイを紹介しました。いやー、すごいっすね、かっこいいっすね、こいつ。仮面ライダーブラックとね、戦った時のシャドウムーン、それしかまだ見てないんですけど、ブラック RX はまだ見てないんですけど、仮面ライダーブラックの時のね、シャドウムーン、ほんとかっこよかった。かっこいい、もうほんと死に様もかっこよかったし、悲しいストーリーですけど、悲しい話だったんですけどね。でもやっぱりシャドウムーンはほんと秀逸なデザインでね、これからもね、歴代のライダーが登場する作品にね、登場してくれると面白いですね。というわけで、チャンネル登録、そしてグッドボタン、コメントお待ちしております。シャドウムーンマスクディスプレイでした。では次回もまたお会いしましょう。チャオ。こんにちは、たけチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、たけチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。